さあここからは10の質問で2人の素顔に迫っていきます。手元には丸×の札がありますので、うん、私が10の質問も連続でぶつけます。その都度もすっすと連続で答えていただこうかと思います。後ほどいろいろ聞きたいことを聞いていこうと思います。では早速いきましょう。第1問、今試合よりも緊張している。どうぞ。 ありがとうございます。第2問です。もともと阪神ファンでした。どうぞ。はい、そっちに変わります。続いて第3問、いい、はい、憧れの選手がいる。どうぞ。2人とも待つ。続いて第4問です。もう仲良くなった先輩がいる。どうぞ。はい、はい、では続いて第5問、ルーキーの中で自分が一番かっこいい。どうぞ。いいですね。第6問、一番みんな声が大きい。いいよ今。第6問、いい、ね、岡田監督が怖い。どうぞ。悩んだ、ちょっと悩んださっきの勢いがなくなりました。第7問です。毎日欠かさずしていることがある。どうぞ。続いて第8問、ね、お互いの秘密の一面を知っている。どうぞ。まだ、はい、続いて第9問、熱血タイガースとこの番組を見たことがある。どうぞ。ありがとうございます。最終問題です。新人王を取る。どうぞ。ありがとうございます。ということで一気にかけていきましたが、うん、結果はどうなりましたか。はい、こうなりました。はい、はい、ということでちょっとこう丸バツのねばらつきがあったりもしましたけど、はいはい、どうでしょう、気になるところ何かありますか。浜中さん何かありますか。それはやっぱりあの自分が一番かっこいいっていうところちょっと ね、 あのね、自信ありげにやってくれた森下選手がね。森下選手かっこよかったです。もうそのね、丸がかっこよかったですが、どうですか、自信のほどは。いや、あの、はい、自信あります。ちょっと言わせた感もありますが、モンペツ投手から見る森下選手どうですか、かっこいいですか。あ、一番かっこいいです。本気で思ってるかな。それ一番かっこいいです。その流れで言うと、仲良くなった先輩がいるは、お二人とも丸だったんですよね、うん、どなたと仲良くなりましたか。そうですね、自分は村上投手。あ、はい、あが、はい、あの1年生の時のジャパンで同じチーム で、 うーん、で、はい、そこで仲良くなって、で、まあ、挨拶もして、まあ、同じように喋れたんで、まあ、仲いい先輩ですね。2人になる先輩いるといいですね。モメツ投手どうですか。そうですね、自分は森木選手であったり前川選手であったり、じゃあ少し喋るねきっかけもあったんでしょうね。高校のね、ちょうどね出たばかりでいうと1年先輩になりますもんね。はい、すごく優しくしてくれました。いや、ね、楽しみですか。もう最後のも、ね、ところも聞きましょうか、はい、新人王を取る、はいはい、森下選手。そうですね、あの1年目の目標としてずっと新人王と言い続けているので、まあ、ここは絶対取りたいところです。もう別投手いかがでしょうか。そうですね、自分も高校生なんですけど本当に1年目から新人を狙うつもりでいるので、うん、そこを目がけて必死に頑張りたいです。素晴らしい、頼もしいお話ありがとうございます。